武家家族名誉伝上池田元明治36年12月13日は、明治期の家族、稲葉国鹿八藩池田家、第11代当主、鹿八藩主家一族、池田栗の子として生まれる。1878年11月14日、いとこにあたる、第10代藩主、池田徳澄の養子となった。同年12月22日、 矢部とくすみの隠居に伴い、家督を相続した。なお、矢部とくすみの隠居は、火星の混乱を問題視した、池田家徳ら池田家一門の圧力によるものであった。1884年、家族例の交付に伴い死者に除せられた。1896年5月、議定にあたる本家の地田中博史公爵と共に、 北海道十勝地方の中川郡におよそ300万坪の原野の貸し付けを得て池田農場を開設した。1903年死去。家督は長男中誠が継いだ。なお池田農場内に1904年に設置された鉄道駅は農場にちなんで池田駅と命名された。農場が所在した河井村は1926年の調整施行に 際して、池田町と名を改めている。特に中央付さない限り、平成新州旧家族家計体制上官に基づく。ありがとうございます。